吉峰高成は平安時代の貴族、吉峰貴公の子、平の忠盛側室の父、別名原高成、十五位下から和様守る。吉峰高成は吉峰貴公の子で、官武天皇御子である、吉峰康代を祖とする吉峰氏の系統である。官位は十五位下から和様守る。父の後を継いで、終わり国には軍軍事となる。 高成の娘は、官武天皇王子、桂原親王の子孫で、平の清盛の父である、平の忠盛の側室であるとされ、吉峰氏系図では、高成の娘と忠盛の間に、平忠則が生まれている。また、高成のこの前の校長は、吉峰市流前の氏の祖であり、主な吉峰市流前の氏の人物には、前の宗康、前の長康、前の忠康などがいる。 また、終わり国の土豪でもある前の絵が終わりに拠点を置いていたのは、吉峰家が代々終わり国に和軍の軍事であった影響である。吉峰氏は、官武天皇とくだらえ次の子である、吉峰康ネ安養とする氏族で、種別としては、公別に分類される。本願は、山城国で、後営には、小玉庭氏、吉峰氏流前の氏などがある。平忠則の母は、 藤原ため、ただしの娘であるという遺説もある。吉峰市流前の氏の祖は、前の地綱であるという説もある神帝、関西重州所下布六館では、小坂祐吉は、小坂正吉の子とされているが、銀書ともされている、武功屋はには、前の宗安の長男とある。前の長安が宗安の子でないとしても、長安の母は、前の長吉の娘である吉峰氏系図。 ありがとうございます。